ベルリン王立時規政党所、KPM コニッヒリーチポーザランマンヤファクター、ベルリン GMBH ベルリン王立時規政党所、KPM ベルリン王立時規政党所、ベルリンは、1763年9月19日に、フリードリッヒ大王によって創立された。製品マークは、剪定校ブランデンブルクの紋章から来ている、コバルトブルーの王の尺が、すべての製品に付けられている。 さらにすべての装飾された KPM の時期は絵職人のマークと絵付けマークが描かれている。KPM は今日でも工場製手工業である。すべての時期、食器セットとフィギュアは手作りで装飾側フリーハンドで描かれている。KPM はその歴史の中で多数の食器セットとフィギュアの時期を作り上げた。今日まで製刀所は 今でも増えていますが15万型以上のレパートリーを作り上げてきた。250年前の創立以来までも変わらずに日常生産されているものもある。KPM が現在1要式の食器セットを制作している。フリードリッヒ大王が宮殿のために注文しましたロココ様式の露カへ、ノイツェラーとノヨジールガール。新古典主義、アール・ヌーボー、バウハウスとそして現在の作品である。 過去250年の KPM のマイスターの作品の中で様々な様式のフィギュアが生まれた。新古典主義の中のベルリン時期芸術の思考は1796年のヨハン・ゴットフリードシャドウのデザインによるお姫様の行列である。脱1795年に王家のダブルの結婚式を契機に作られた立像が様式的に見て 新時代の始まりの作品として見なされている。動物の像は KPM の歴史において初期から重要であった。ロココでは光と影で演出された工夫や技やまた写実的な典型により動物のフィギュアが自然の芸術的な模写に見える。数多くの動物のフィギュアのデザインが製作所の初期の時代から今まである。例えば1765年のジョバンニバッティスタ。 ペドロッチ作の明るい青と青緑色のカワセミなどがある。1920年代にはトミー・パルチンガーが KPM のためにアートデコの様式でユーモア強調した犬とウサギのフィギュアを生み出した。最近の動物のフィギュアのデザインには白くクマクヌート、ユナイテッドバギーベア、カバー、ノーチック・クナウチェケなどがある。べての時代様式の中で重要な芸術家は KPM のために花瓶をデザインした。それらの多くはクラシックなものでも時代を感じさせない。新古典主義の時代から多くの花瓶のデザインはカールフリードリヒ・シンケルに由来する。1818 18年に生まれたトランペット型の花瓶や1820年に生まれたフィディベス・フィディブス型花瓶がある。1931年芸術職業学校ブルグ。 ギービヒエンシュタインとの協力により生まれたバウハウス陶芸家マルグリート・フリードレンダーの晴れ型花瓶は完全な形の具現化であった。楕円と円錐という基本型からフリードレンダーは7つの均衡の取れた花瓶を作り上げた。その一つがニューヨーク現代美術館の常設展示されている。形と機能というバウハウスにより追求された強制テーマは 1930年から1968年まで KPM のデザイナーであるトゥルーデ・デペトリによる多くのカビンデザインに見出される。1967年に生み出された角張ったキャドリーカドレ型のカビンは1930年のウルビノシリーズの茶入れと関連がある。フリードリッヒ・大王ヨーは1763年9月19日にベルリンの商人ヨハン・エルンスト・コツコフスキーから 正統書を取得した時に、王室の製作所としての特権と並んで先行を、ブランデンブルクの紋章から、コバルトブルーの王家の尺を製品マークとして与えた。時期の目印は、小生から釉薬付けの前の段階で付けられる。時期の上に青い王の尺の書き薬を塗る前に、正統書の厳しい品質条件にかなったものか、検査する。その後釉薬を付け薬。この時、 王の尺のコバルト色が釉薬と強く結びつく。2番に選別される時期は王の尺に線が引かれ、絵付けは基本的に離されない。このマークを模造品から守るためマークはたびたび変えられてきた。例えば、セルブに疎開していた時期1944年から1957年では王の尺に S を付けている。1803年以来装飾された時期は、 さらに絵付けマークをつけることとなった。それで絵付けの正当性を証明している。今日この印象は王の尺の隣に帝国帽子の形でなされている。装飾の種類により様々な色でマークされている。赤の帝国帽子がついている時期は花の絵付けがなされている。しかし色彩豊かに装飾したフィギュアと風景画の絵付けも赤い印が押される。 緑色の帝国帽子が押されているのは時期が花の絵付けをされていないものである。例えば金やプラチナでの枠付けや平たい色彩、装飾やモノグラムである。青の帝国帽子は鮮明な火のように赤い色の装飾である。この色は非常に高い温度で焼かれているので溶け込んでいる釉薬の中に色彩が沈み食器洗浄機にも対応している。KPM では すべての絵付け装飾は手作業でなされている。直絵付け師は装飾の委託の範囲内で花や風景の図柄のようなモチーブを自由に解釈できる。最後に絵付け師が高台内にサインを施す。それはこの世でたった一つのものであり各々のの絵付け師が個人のサインをする。さらに様々な絵付け装飾に番号を付ける。1763年に KPM が混流される前に、18世紀中場に、王家の資金で白い金と言われる時期を、ベルリンで制作しようと二回試みられた。最初の挑戦は、ベルリンの商人でありけおりもの工場主、ビルヘルム・カスパー・ベーゲリーによるものであった。彼は、1751年、フリードリヒ大王からベルリンで、王立時期政党初を建てる特権を得た。さらに大王は、 必要な原料への無税の特権と競争相手の排除を保障した。1753年にベイゲリーは造成作者エルンスト・ハインリヒ・ライヒャルトが政党所に入ったことで芸術家的なアクセントを得た。彼によるデザインは特にフィギュアの時期、例えばロココ様式の天使像、空輸的な表現、紳士と淑女に現れている。しかし七年戦争と 技術的な困難によりベーゲリーは磁期政策を挫折した。1757年にベーゲリーはベルリンの商人ヨハン・エルンスト・ゴッツコフスキーに道具、資材、材料を譲渡した。ゴッツコフスキーは1761年にフリードリッヒ大王の願いに基づき磁期政党賞、を取得し拡大させまた、造政策エルンスト・ハインリッヒ・ライヒャルトは 時期製造の秘密を保持していた。ゴッツコフスキーは、ライヒャルトと以下の契約を結んだ。まず製法の秘密を4000ライヒターラーで、そして時期の在庫分と他の素材を3000ライヒターラーで、譲渡した。さらにライヒャルトは、契約に基づきゴッツコフスキーの元調合者かつ、製作管理者として、働くこととなり、ライヒャルトの8人の従業員を吸収した。 プロイセン王に認められて庇護されているゴッツコフスキーは、プロイセン軍が占領しているザクセンの重要な芸術家や作業者をスカウトすることに成功した。ゴッツコフスキーは、ケンドラーの弟子フリードリヒエリアスマイヤーと、造制作マイスターとして、カール・ビルヘルム・ボームと絵付け監督として、契約を結んだ。最初の工場長として、ヨハン・ゲオールゲ・ン・グリーンニンガーがついた。 ベルリンのライプチガー通り4番地に制作能力を持った政党所が数ヶ月間のみ活動できたが同時にゴッツコフスキーが財政的苦境に陥った。というのも七年戦争により国家財政不安のため全く国家から補助がなかったのである。ゴッツコフスキーは1763年に生産を停止せざるを得なくなった。今日ではベーグレーの W や ゴッツコフスキーの G と製品マークのついた時期は稀で収集家の間では有名である。フリードリッヒ大王は1763年9月19日に22万5000プロイセンライヒスターラーでこの会社を取得した。一つには名声のあるベルリンの商人を倒産から救うこと、もう一つは王にとって大切なものとなっていた会社を早期に終了させないためでもあった。 フリードリヒ大王による取得から王室時期製作所ベルリンの成功の歴史が始まった。王は146名の従業員はすべて受け入れ、製党所に名前と製品マークを与えた。先行をブランデンブルクの紋章から王家の尺。製党所は王立時期製陶所ベルリンと名付けられ、日本工場となった。従業員は規則正しい労働時間で働き平均以上の 収入を得、自社の健康保険で保障され、年金も支払われた。ここでは、年少者を働かせてはいなかったし、残された妻や子供に対しも保障があった。作業手順も合理的になり、技術も完璧となっていった。フリードリッヒダを自らが冗談を交えて一番の顧客でもありました。百六十三年から彼が亡くなる百八十六年まで、 大王は KPM の時期を20万帝国ターラー分の注文をし、彼所有の城のため21種類もの様々な食器類セット注文した。この食器類セットは通常36人分のセットと500個ぐらいの様々な花瓶、ソース皿、大皿や芸術的なフィギュアのセンターピースからなる。その形や色彩は屋内の内装に合わせられた。 大王が1765年にポツダムの新ングのために注文した最初の宴会食器はレリーフの装飾であった。ロココ式のスタイルの方、ムシラット、ノイツイラとは造成作者フリードリヒエリアスマイヤーが作り上げた。その後も王のために食器類デザインを作り上げていった。金箔のカイと花の格子垣からなるレリーフの装飾は 新しい宮殿の天井装飾に合わせてある。今日でも、食器セットニューグラとノイグラと古典的な装飾。今では、ロカイユロカイと呼ばれると、ニュージーヤー、ノヨジールは生産されている。4年の開発期間の後1784年に、新しい色彩ブルーモーラン、ブルーモーラン、死んだ青ができた。これは、フリードリヒ大王が好んだ青で、 サンスシー宮殿の脂質の青に合わせた食器セット、ノイチイーラと出会った。KPM の所有者として対応は、外交の手段としてこの白い金を使った。彼の外国への贈り物の多くは、政党所のものであった。ロシアの皇帝の宮殿や欧州列強の王家に、KPM の製品が多々見られる。フリードリッヒの後を追いであるフリードリッヒビルヘルム2世が、後を継ぎ、 この製党所がプロイセンの中で先進的技術を持つ製作所になった。新王は所有者であるが KPM に注文した時期を利益を含み支払い請求することになった。製作所は向上的に財政的に上向きになった。1787年から平均的な利益は年間4 0 0 0ーターラーになった。フリードリヒ大王の捕虜の後プロイセンの中で 様式が変わっていった。ロココの遊びのある様式が新古典主義の明確なラインに変わった。この様式において、今日でも製造されている、食器セットカーランド、クアランドがある。当時の有名な芸術家、カール・フリード・リヒ・シンケル、ヨハン・ゴットフリード・シャドウとその弟子クリスチャン、ダニエル・ラオホが、KPM のために、花瓶やフィギュアをデザインしたものである。 特に有名なのは、ヨハン・ゴットフリード社同作のプリンセスの一団である。19世紀前半において、著名な欧州の磁気政党どころの中で、KPM は、後継または、風景画の磁気でリードしていた。有名なところでは、カール・ダニエル・フレダンクがいる。彼は、1832年から製作所長の、ジョージ・フリードリッヒ・クリストフ・フリックの下、 ベルリンとポツダムの美しい風景のシリーズをデザインした。国王からの贈り物として彼による画装飾の花瓶や食器セットは欧州の宮廷へ新しいベルリンのイメージを形成した。今でも KPM によって当時の風景画の芸術を当時の水準で再制作している。1867年に フェルナンド・ヘルマング・スタフ・モルダーが政党所所長代理となり、そして翌年所長となった。ライプチガー通りがプロイセンの衆議児童となるためティアガーデンのベーンゲリー通りに移転した。新しい場所では36万ターラーもかかったが、シュプレー川沿いにあるために船で原料や製品を配送しやすい利点があった。KPM は技術の面から、洋業の中では、 革新的な功績を常に上げてきた。19世紀後半に発明と技術的な革新が強く表されている。1878年以来製作所は科学技術試験所と連携した。試験所所長ヘルマン・アウグスト・セーガーは数々の新しい型と色彩のレパートリーをもたらした。1880年、セーガーはセーガー時期と言われる難出時期。 カオリンガンーが50%以下を開発した。中国の陶磁器に刺激され新しい色彩釉薬が誕生した。例えば、大石の地の色の釉薬、政治用釉薬、結晶釉薬と釉薬がけ、新しい芸術的な表現の型を創造した。さらに聖画トの時代様式、アール・ヌーボーへの道しるべでもあった。試験上は、さらに陶磁器の分野で新しい研究を進めた。 1899年に磁気用液体粘土を製造に成功した。これにより、今まで固体粘土から型を作り、削った作業をなくすものだった。1886年にアレキサンダー・キップス教授は芸術部門の責任者として任命された。1908年にテオシムッツイコール・バオディスが政党所の芸術部門の責任者となった。 釉薬の下の装飾を促し新しい型を開発した。このことで KPM は国際的な展示会で大きな賞賛を得た。彫刻家アドルフ・アンベルクの結婚式の行列は最も重要なベルリンのアール・ヌーボー様式の時期である。プロイセン王子フリードリヒ・ビルヘルムとセシリア・メクレンブルク・シュベリンとの結婚のためアンベルクは1904年に 様々な飾りからなる銀の卓上飾りをデザインしたが、この計画は頓挫した。それは、ギリシャ神話を題材にした牛の上の裸体の女神、エウロペが、あまりにも肌を見せすぎるということが理由であった。シュムッツイコール・バオディスは、このデザインの芸術性を見出したので1908年に、時期での制作を思い立った。1910年、KPM は、 この結婚式の行列を発表しブリュッセルの万博で金メダルを受賞した。1918年に王政が終了し KPM は国営時期政当初ベルリンになった。しかし KPM の社長と王の尺はそのまま保持された。1925年1929年までニコラモーファングが KPM ベルリンの芸術部門責任者であった。 新生当初所長ギュンター・ホン・ペヒヒマンのもと、ドイツ工作連盟とバウハウスの理念が1929年から製作所の芸術的仕事に影響を及ぼした。その目的は日曜時期の時代にあった本質的な形であった。この時代の芸術家、ゲルハルト・マルクス、マルグリート・フリード・レンダー、トゥルー・デ・ペトリラはモダンな時期整形を行った。有名なデザインは、ペトリによる 食器セットアービーのウルビノや芸術学校ブルクギービヒエンスタインとの協力でフリードレンダーによる晴れ型の花瓶である。1930年代のナチスによる政権掌握は KPM の芸術家にひどい結果をもたらした。フリードレンダーはユダヤ人であるがゆえに出国を強制され、ルートビヒギースとゲルハルト・マルクスは同僚に対する忠誠心から 教卓から去り出展禁止の処分を受けた。教卓を追放された芸術教育学者であり、画家であり、作家であったゲルハルト・ゴルビッツァーは、1941年に芸術部門の責任者となった。第二次大戦中世当初は、1943年11月22日と23日の空襲により生産を停止しなければならないほど被害を受けた。 1943年12月は、時期用年度の仕事をして1944年1月は、非常時生産の形で動き始めた。戦後、KPM は、バイエルン州フランケン地域のセルブに疎開した。フランケンから、日曜時期と装飾時期を市場に送り出した。1957年工場修復後歴史的な場所、ベルリンのティアガルテンに移した。 市次議会分解決定を受け1988年に有限会社 KPM 法律時期政当所 GMBH となった。1990年代、KPM はもう一度強く製作所の文化的な、趣向芸術的な伝統に戻ることを再考した。過敏のコレクションでの成功後1996年、KPM はイタリアのデザイナー、エンツオマリと協力をして、 食器セット、ベルリンベルリンを制作した。1998年から2003年記念建築物保護の観点から、ベルリン、ティアンガルテンの KPM の社屋が、建築家ゲルカン・マルクラにより修復された。生産技術上最先端のレベルとなった。数度となく民営化の試みの後、ベルリンの銀行家、イエルク・ボルトマンが2006年唯一の株主として、 王立時期政党書を習得しました。同時に KPM は歴史のある環状部屋の窯の行動に販売ギャラリーを開店し、KPM はさらにベルリン、ポツダム、ハンブルク、ケルンに直営店を出した。2007年に政党書は KPM の世界体験展示を KPM の一角に開園しその時期の歴史を常設し、現在の手作りの時期制作を公開している。 高級ブランド、ボッテガベネタや、ブガッティオートモビルとのコラボレーションを行っている。2011年には、KPM は、KPM の時期、特に、コバルトブルーの戦場の模様を、ブガッテベイロングランドスポーツエル、オアブラン、に、外装の一部と内装として施した。2012年には、ブガッティベイロングランドスポーツウェイロング、竜のモチーフとして、KPM の時期を使用した。 2013年には KPM は250周年を記念してベルリンの3カ所で KPM250 年の時期の歴史と時期様式の大展示会を2013年9月19日から2014年1月26日まで行った。ブレーハン博物館ではアール・ヌーボーとアール・デコの期間 KPM の時期への誘いというタイトルの下で展示を行った。シャルロテンブルクでは KPM 形状、使用、収集という展示を行った。KPM の世界展では、特別展示で、王立時期生当初ベルリン -1763 年から2013年対というテーマで、18の個人収集から300の時期芸術作品を、生当初の作品様式に従い期間ごとに、外観的に展示を行った。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。